おはようございます。ボス&クイーンです。どうでしょうか、クイーンちゃん。まったりしています。きっとね、まだ朝一動画見てくださってる方はお布団の中から、パパのね、おはようございますという声で、起きられてるんじゃないでしょうか。でもね、クイーンちゃん、こうやってね、まったりしているクイーンちゃんを見ていると、まだまだ寒い朝です。布団から出たくないです。ずっとね、こうやってクイーンちゃんとまったりまったりね、寝ていたいんじゃないでしょうか。でもね、起きてください。皆様起きてください。まったりクイーンちゃん動画の後はボスコンクイーンちゃん動画です。ボスコンクイーンちゃんを見てからね、お布団から出て、今日もね、元気いっぱい一日 AAO です。ということで、今日はね、クイーンちゃんのまったり動画の後、ボスコンクイーンちゃん動画になります。またね、ボスコンサマーカットして、もうそろそろ1週間ぐらいかな。どんな反響でしたかとか、ボスコンサマーカットして、なんか変わったことありますかとか、いろんなね、意見があったりもしたので、またね、そちらの方もトークしていきたいなと思います。さあクイーンちゃん、そろそろ起きてください、クイーンちゃん。でもね、こうやってね、パパが口をね、もみもみとしているとクイーンちゃんね、ずっと寝ています。でもね、もうね、こんなんしていたら寝坊します。ということで、クイーンちゃんね、起きたら起きたでね、もうかなりワイルドです。もうね、いきなり、引っ張り合いっこしようとね、パパんとこおもちゃ持ってきました。さっきまでのね、かわいいかわいい寝顔はどこにあるんだ、クイーンちゃん。もう白目を向いてね、おもちゃを噛んでパパの手を振り回してね、首を振り回しています。そんなクイーンちゃんもね、元気いっぱいでね、もう何よりです。ボス君はね、どこにいるのかというと、ボス君はね、パパのすぐ横にいます。何をボス君隠れてんだってね、ボス君ね、存在感消しています。こんなボス君もサマーカットしてそろそろ1週間ぐらいかな。近所をね、お散歩していると、あれ、また新しいワンちゃんですかとかね、サマーカットされたんですかとかね、ボス君とかね、いろんな意見があります。でもね、みんな、口を揃えてね、可愛いと言ってくれます。可愛いね、大きいね、ワイルドだね、ファンキーだね、もうね、いろんな表現方法があります。それにしてもね、ボス君も大満足、パパも大満足。もう何度も言います。カットしてくださった皆様、本当にありがとうございます。もうね、本当に大満足です。一番ね、満足なのはね、多分ボス君より僕じゃないんかな。パパがね、多分一番満足しているかと思います。お散歩行っているとよくね、ライオンですかとかね、もうね、それは冗談だと思いますが、ライオンみたいですねとか、もうね、なんていう犬種ですかとかね、背中だけ毛があるねとかね、もちろんね、サマーカットですよと言いますよ。背中だけね、毛のあるワンちゃんではありませんとは、ちゃんとお伝えしています。それにしてもボス君、毛を刈った後も毛を刈る前もずっとね、優しいね優しいねとみんなから言われます。お散歩途中、息子や娘がボス君を散歩していると、本当に優しいね、大きいねって、大きいワンちゃんやっぱり優しいねって、触らせてくださいとかね、よだれついちゃいますよと言うてもね、もう全然気にしません、触らせてくださいとかね、もうね、そんなこと言うてたらもう自慢話になっちゃうんですが、写真撮らせてくださいとかね、いっぱいいっぱい、温かいお言葉いただいています。クイーンちゃんもね、みんな、これで9ヶ月とね、びっくりします。そりゃね、まだまだ子犬です。でもね、やっぱりね、ワンちゃん好きでワンちゃん飼われている方、わかる方はわかるんです。まだ子犬の顔していますねとか、ちょっとね、子犬っぽいですねとか、毛並みとかがね、とてもツヤツヤなので、子犬みたいな毛並みですねとかね、やっぱり子犬ですかとか、もうね、本当にワンちゃんのつながりってね、最高です。ワンちゃん飼われている方もね、多分ね、もうね、ずっとね、ワンちゃん飼われているんじゃないでしょうか。もうね、一度ワンちゃんの魅力にはまってしまうとね、もうやめれません。もう最高です。パパはね、一生ボスコンクインちゃんとね、歩んでいきます。そんなクインちゃんね、おもちゃをね、頭につけてね、なんか天使の輪っかみたいになっています。なんかね、本当に天使の輪っかみたいになっているんですが、ちゃんとね、クインちゃん自分で撮れます。そしてボス君ね、ボス君存在感消しすぎです。以前にもね、パパトークで言っていたんですが、ボス君のね、触り心地は最高です。本当にね、
もう最高です、最高級です。もうねみんなにも触ってもらいたいです。もしよかったらね、ボス君の毛、封筒でね送りますので、よかったらね、欲しい方ってね、それも冗談です。ボス君の毛をもらったところでね何のためになるんだってね、ボス君ファンの方も多いかと思いますが、クイーンちゃんもね、もっともっとファンを作って、クイーンちゃんクイーンちゃんとね言われるぐらいクイーンちゃんもね、有名になってほしいなと思います。さあ息子とねクイーンちゃんの引っ張り合いっこなんですが、もうねすごいです、迫力がすごいです。ちょっとね動画じゃ伝わりにくいかと思いますが、もうねクイーンちゃんが首を振り回すたんびね、ビュン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 、そんな音は出ていません。そうです、首を振り回しているたびね、うおお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 おと言ってね引っ張り合いっこしているんですが、もうとにかくクイーンちゃんはね引っ張り合いっこが大好きです。そんなねクイーンちゃんもしっかりねおもちゃを引っ張り合いっこするおもちゃと分かっています。手を噛んだりねそんなことはありません。以前にもね悲しいニュースがありましたが、しっかりね、コミュニケーションとって、普段からね、クイーンちゃんが小さい時からいろんな人と触れ合って、車の騒音、子供の叫び声、急に走った子供を追いかけないようにとか、いろんなね、しつけがあるかと思うんですが、クイーンちゃんねしっかり覚えてきてくれています。本当に賢いです。そしてね優しいです。そんなクイーンちゃんもね、1歳になることどうなるんだろうのかなと、ちょっと噛みました。自分でもねトークしながら噛みながらもねトークやめなかったんで、多分ね頭入ってこなかったと思います。もう一回ね仕切り直します。クイーンちゃん、そんなクイーンちゃんも1歳になる頃、どんな1歳のね、女の子になっているのかなとパパは楽しみです。そしてボス君もね2歳9ヶ月、3歳になった時はねどんなボス君になっているのかなと、超大型犬はね本当に寿命が短いと言われています。例えばグレートデン、調べるとね5年と書いているサイトもあれば6年から7年とかね、基本的にね、寿命は短いです。小さいワンちゃんはね10年とかね18年生きているワンちゃんもいます。超大型犬はね、5年とか6年とかかなりね短めなんですが、でもね今の医療、今のね例えばサプリメントだったりね、医療、お医者さんとかね、技術が上がってきているので、10年ぐらい生きるね、大きなワンちゃんもいます。なので、クイーンちゃんとかもねしっかり健康面気をつけてね、これからも健康で元気いっぱいね、歩んでほしいなと思います。さあクイーンちゃんもう一回ね天使の輪っかになりました。自分で取れるでしょうかクイーンちゃん。今度はねちょっとね手こずっています。でもねクイーンちゃんねちゃんと自分で取れます。口にくわえながら、頭に通しているんですが、以前ね、すっぽりね頭に通したこともあります。その場合でもねクイーンちゃん頭をブルブル振ってね取ります。さすがクイーンちゃんすごいです。ボス君の場合ね毛をカットする前にねそういった遊びをしたことあるんですが、毛が多すぎてね、抜けなくなりました。クイーンちゃんがねそれを引っ張って頑張ってねクイーンちゃんが取ってあげたというね、ちょっとね優しいクイーンちゃんの一面も、ありました。ということで今日もね喋りっぱなしのパパトークです。もうねマシンガントークのようにね、マシンガントークと言いながらもパパが一人で喋ってるだけなんですが、いつもね、朝からこんな大きな声のパパ、そしてね早口言葉のパパ、頭にね話が入ってこないかと思います。耳障りかもしれませんが、いつも見てくださりありがとうございます。普段からね早口言葉で声が大きいので、慣れていない方はねちょっと聞き取りってねソリになってどうすねと聞き取りにくいかと思います。そしてね滑舌も悪くねカミカミですが、それをねまたパパトーク、また聞かせてくださいとかね本当に嬉しいです。ということでねもうそろそろ、動画は終了となるかと思うんですが、あとどんなぐらいかな、ちょっと編集しながらあとどんなぐらいかは分かりませんが、ボス君のねところ、見てください。ボス君ね、以前はねほんと日陰ばっかりだったんですが、最近だとね太陽の当たるところにいたり、砂利のとこで寝たり、またね、カットしてから変わったのは日光浴をね頻繁にするようになりました。やっぱりね毛が短いのでクイーンちゃんと一緒にね、日向ごっこしたり、あとはね、階段下のお家です。一番最初にね、ボス君のお家を作った階段下のお家で、クイーンちゃんとね仲良く寝たりしています。
またね噛みかけました。今日カットする前はね、お外で寝ていたんですが、今日カットしてからはね、クイーンちゃんとね一緒にくっついたりとかね、またねクイーンちゃんもねなんかね以前よりね優しくなったような気もします。以前はねボス君の毛をね噛んで振り回したりしてね、ちょっとちょっかい出すとこもあったんですが、毛がなくなったので、そんなことはできません。なのでボス君もね、ゆっくりまったり、堂々とクイーンちゃんの前を歩けるんじゃないでしょうか。そんなボス君本当に可愛いです。もうねボス君最高です。毛は短くなったとはいえね、毎日ブラッシングはパパ頑張っています。スリッカーでね、以前はブラッシングしていたんですが、最近だとねコームで、コーム、言い方合ってるかな、コームという、人間のね櫛のような感じの、ピンでね、ボス君の頭ヘッドですね、あとは耳、それから尻尾、そしてからたてがみ、ブラッシングしています。でもねやっぱりね、部分部分の毛でやってもね、ちょっとね通りにくかったりはすることあります。はい、ということでどうでしたでしょうか。もうねまたエンディングちょっと入っちゃってもパワートークしていたんですが、本当にねボス君最高です。そしてクイーンちゃんも最高です。ボス&クイーン最高ですとね、パパねもうボス君とクイーンちゃんベタ褒めなんですが、こんなね、犬バカ猫バカパパなんですが、もしね今日の動画もいいねと思った方はいいねコメントチャンネル登録よろしくお願いします。またねコミュニティも投稿しているので、コミュニティや TikTok、 最近ね、結構人気が出ている TikTok なんですが、TikTok で渡辺ボスと、検索してもらったらね、YouTube と同じアイコンで出てくるかと思います。またそちらの方もチェックよろしくお願いします。ということでね、今日もねそろそろパパトーク終了となり、素敵なね、いい一日を